番組は食べるの大好きふわふわガール萌ちゃんこと鶴見萌がいろいろな銃を味わっちゃう食レポ企画、名付けて鶴見萌の元祖ソムリエ。今回紹介するのはこちら、ウエスタン特集。はい、西部劇に出てくる銃たちということで、すごいね、いろんな種類があるんですけど、ちょっと個人的にまず触れたいのがこちらはですね、キノの旅っていう小説原作のアニメ化したものがあるんですけど、その主人公キノが使っていたものにまあ近い、とても近い銃ということで、いやー、弾を込めるところに絵が彫られてるんですよ。船の絵、芸術的な銃ですね。すごい音楽が流れてきますね、昨日の旅の。めちゃくちゃエモい気持ちになる。そしてもう一つがこちら、渋いですね、かっこいい。こちらはですね、ちょっと特殊なんですけど、ちゃんと固定しないとできないんですね。私こうこうガッチャンってやることで撃てるようになるみたいです。すごい、こういう特殊なの憧れますよね。ぐるんって回したりとかさ、いろいろあるじゃないですか、銃って。かっこいい。それでは早速味わってみようと思います。準備できてる？できてるよ。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス。